もう悲しくて仕方ないし、もう麻雀の不条理を感じましたね。ダメでしょ、二巡目リーチの6000オールはあれはダメでしょ、まあ、その6000オールの一発だったらまだこっから頑張れもトップ取れるかもなと思ってたけど、その後のもう一回6000オールはダメでしょ6000オール2回はダメですから、これまくれないですからもう東条選手がしっかりリーチに行きましたからね。いやそこはそうなんですよ。で、まあ、だからそう東条さんが2回上がったから、はい、もう僕はもうね、もうあの長いものにはまかれろと言いますか、もう2着でいいなと思ってたのに、まあ、渋倉さんが行っちゃったから、まあ、どんどん目標が下がってきて、今度は3着でいいですよ3着でいいですよって下がってきたんですよ。でね、そこまで東条さんがめちゃくちゃ活躍してたから、で、ね、あの勝俣さんがラスト前にリーチをして、そこに東条さんが追っかけリーチして、はい、よしかっちゃんリーチしちゃったんじゃないのそれやられるぜ って思ってたんですよ。思ってたんですけど、東条さんそこだけ頑張ってくれなかったんですよ